今季をスペイン一部ヘタフェで過ごした元イングランド代表 FW メイソングリーンウッドが自身の公式インスタグラムを更新。JP と綴り、六本木ヒルズ前で笑顔を見せる写真をアップしている。現在22歳のグリーンウッドはマンチェスターユナイテッドのユースで育ち、2019年にトップチームに昇格。 2019から20シーズンにはリーグ戦31試合10得点を記録するなど将来を嘱望されたが、22年に恋人への暴行容疑で逮捕され、ユナイテッドでのキャリアが困難に、今期はスペイン一部ヘタフェへ1年間の期限付き移籍となり、ラリーが33試合に出場して8得点6アシストを記録した。 その中で、グリーンウッドはインスタグラムに JP と綴り、六本木ヒルズノースタワー前やコンビニの店内、街中の写真など計6点をアップ。SNS 上でもファンから、六本木にいるのか探さねば、結構長いこと日本満喫してるんだなぁ、といった声が上がっていた。